アンジェ・ポステコグルは、ギリシャ出身のサッカー選手、指導者。元オーストラリア代表選手、監督。オーストラリアサッカー史上最も成功した、監督の一人と称されている。セルティック FC 監督。ギリシャのアテネで生まれ、5歳の時に、ビクトリア州メルボルンに移住した。1984年から1993年にかけて、 オーストラリアンナショナルサッカーリーグのサウスメルボルンで193試合に出場し、その間に1984年、1990から91年のタイトルを獲得している。また、高知業に就くまでに首相としてチームを牽引した。1986年から1988年にかけてはユース代表を中心として国際試合で活躍した。また、 1985年にはユースレベルではオーストラリアを代表する選手となっていた。サウスメルボルン・ポステコグルーは1996年から2000年までサウスメルボルンを指揮した。チームは1997から1998シーズン、1998から1999シーズンと連覇を飾り、1999年の OFC チャンピオンズリーグに優勝し、2000年の FIFA、クラブワールドカップにも参戦した。1999から2000の NSL シーズンが終わると、サウスメルボルンの監督の座を辞し、オーストラリアユース代表監督になった。彼は、サウスメルボルンでただ一人の4回のタイトルホルダーである。ヤングサッカールーズ国内での監督業の成功に、続いて、 ポステコグルーは2000年のオリンピックに向けてのユース年代の強化に当たった。彼の在職期間中、彼は選手の力量を測り育成していった。TV 番組ワールドショーではスタジオ解説者のクレーグ・ホスターとオンエア上で熱く議論した。彼は2007年に同年の FIFAU-20 ワールドカップの出場権を取り逃がし、監督の座を降りた。 ユースの監督を降りた後は、サッカー解説者とビクトリア州サッカー連盟のエリートコンサルタントをしていた。パナハイキ2008年3月、彼は母国ギリシャサンブリーグのクラブ、パナハイキパトラスの監督を引き受けた。その後、同年12月に監督を辞任している。ブリスベンロアー2009年10月16日、ポステコグルーは前任者のフランク・ファリーナの後を継ぐ。 新しいブリスベン・ロアーの監督としてサインした。彼はまず、チーム再建のために、リアム・レディ、クレイグ・ムーア、チャーリー・ミラー、トミー・ワー、マイケル・ズロラを、レギュラーから外し、オランダのユト・レヒトから、アダム・サロタを獲得し、ストライカーのセルジオ・ファンダイクを、アデレード・ユナイテッド・ FC に売却した。引き継いでから、シーズン後に、 彼が出した答えは、勝利とエンターテインメントのフットボールとして批評された。ロアのボール支配率の高さは、バルセロナに例えて、ロアセロナという名を得た。第13節でのアデレード戦で4-0という結果を、残すと、メディアは、A リーグ史上最高のゲームだったと高く称賛した。ポステコグルーは、ロアを2010から2011シーズンのリーグ戦と、カップ戦を制し、 グランドファイナルでも、ラングパークに集った52,168人の監修の前で、ペナルティキック戦での決着ではあったものの4から2で、セントラルコーストマリナーズを下した。このシーズンのロアーはたった1試合しか負けることはなく、36試合、負けなしで、以前からのオーストラリア記録を打ち破った。2011年3月18日、2013から2014。 シーズンまでの2年間の契約延長をした。2011から2012シーズンに、ロアーが A リーグ史上初のグランドファイナル連覇を果たし、ポステコグルーは4つのタイトルを獲得した、オーストラリア国内で最も成功した監督となった。2014年4月24日、ポステコグルーは、ロアーの監督を辞任すると発表した。2年半の在職中、 A リーグの優勝争いを演じることができた上、AFC チャンピオンズリーグ予選にも連続して出場することができた。メルボルンビクトリー2012年4月26日、A リーグのメルボルンビクトリーと3年契約で監督の契約をした。ポステコグルーはチームの再建をするにあたって、マシュー・ケンプ、グラント・ブレイブナー、ロドリゴ・バルガス、トム・ポンデ略、カルラ・ス・エルナンデス。 ハリー・キューウェル、ジーン・カルロス・ソロルサノなど、主力クラスの放出を行い、ギルヘルム、フリンカー、アダマトラ・オレ、マルコス・フロレス、マーク・ミリガンなどを、かき集めた。ポステコ・グルーの最初のビクトリーでの試合は、第一節で、ダービーマッチである、メルボルン・ハートと対峙して、1から2で敗れた。初勝利は、第四節の2から1でのアデレード・ユナイテッド戦まで、待たねばならなかった。 翌年、ビクトリーは、ドックランズスタジアムで、初のグランドファイナル予備戦に挑み、2から1で、パースグローリーに勝利した。続く、セントラルコーストマリナーズには1から0で敗れた。オーストラリア代表、ポステコグルーは、2013年10月23日に、前任のドイツ人監督、ホルガー・オジェックのブラジル、フランス戦での連戦の0の6での、 惨敗の責任を取らされる形で解任された後を受けて5年契約でオーストラリア代表監督を引き受けた。彼には代表チームの世代交代が課せられ2006年ワールドカップ出場の黄金世代に頼りすぎて以来成績も停滞していた。彼の最初の試合はホームでのコスタリカ戦でティム・ケイヒルのゴールで1から0で勝利した。2014年のワールドカップでは オーストラリアは前回ワールドカップ王者のスペイン、準優勝のオランダと、チリと同じグループ B に入った。初戦はさえないスタートとなり、ティム・ケイヒルの1得点にとどまり、南米のチリに1の3で敗戦した。2戦目のオランダ戦は前戦はしたものの2から3で、敗れ、スペインと共に早くもグループリーグ敗退が決定した。 最終戦の前回優勝のスペインとの試合は0から3で敗れはしたが、この難しいグループでの試合の中で新しい世代の選手の目が出始めていた。ワールドカップは低調な結果に終わったが、引き続きポステコグルーは代表監督として指揮に当たった。2015年の自国開催となったアジアカップではグループリーグでクウェートに4の1と解消。 オマーンに1の0とセリ勝ったが、韓国には0の1で敗れた。2位でグループリーグを突破したオーストラリアは、トーナメントで中国に2の0、準決勝で UAE に2の0と勝ち抜き、決勝で再び韓国と対戦、延長戦の末、2から1で勝利し、初めてのアジアカップを手にした。2018年のワールドカップに向けて、 大陸間プレーオフを勝ち抜いた。しかし、その2週間後の11月22日に、ポステコグルーは代表監督を辞任した。横浜 F マリノス2017年12月19日に、2018年シーズンにより、横浜 F マリノスの監督に就任することが、公式サイトから発表された。2018年シーズンは、J1 リーグでは12勝5分17敗となり、 16位で J1 参入プレイオフに出場したジュビロ岩田とは同じ勝ち点であったが得失点差で12位となり J1 に残留。それまで守備のチームと言われたマリノスにハイライン、ハイプレスによる超攻撃的サッカーを持ち込んだものの過密日程や守備の主軸であった中澤雄二の負傷離脱、戦術と選手層のギャップが不振の要因であった。しかし、 シーズン後半は夏に補強したチアゴ・マルチンスを中心に守備が安定し、また中川テルヒトラのブレークにより基礎を築くことはできた。天皇杯は4回戦で敗退。ルバンカップでは準優勝となった。2019年シーズンはエジガルジュニオ、マルコスジュニオール、ミヨシアスシジラを獲得。昨シーズン途中に加入した畑中牧幸康のブレークによって序盤から好調を 維持。畑中は、活躍が評価され、J1 での出場が発試合であったのにもかかわらず、日本代表に初招集された。夏に、エースとなっていたエジガルジュニオを怪我で失うものの、緊急補強で加入したエリキやマテウスらの途中、加入選手を活用して、J1 では22勝4分8敗、シーズン後半の11戦を10勝1引き分けという、破区の勢いで、 クラブにタイトルをもたらした。同年の J リーグアウォーズにおいて、J1 優勝監督賞を受賞した。2021年、監督を退任。セルティック FC2021 年6月10日、セルティック FC の監督に就任したチーム個人、ありがとうございます。